ようこそ光の仕事人。このコーナーは新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストです。まずは自己紹介をどうぞ。はい、フリートレーナーをしております辻則明と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。渋いですね。そうですか。ちょっと、はい、やっちゃったかな。いやいやいや、全然やってないです。大丈夫です。はい、ですね、はい、もう私は辻先生っていうもうイメージしかないんですけれども、はい、この間30年ぶりに再会しました。そうでしたね。はい、このコーナーにも出ていただいた古川鮮魚の最上くんのご縁で、はい、ね、はい、そうですね、辻先生がコメントをくださって、はい、そこからの発展で今日実現したわけなんですけれども、はいはいはい、もうご存知のように私ね、秋高校に母校で行っていたんですけれども、その当時の社会を教えてくれてた先生だったんですよ、辻先生は。はい、恥ずかしながらね、そんなことをしてた時期もありましたね。そうなんです。今は先生ではない、まあ、違う意味では先生なのかもしれないんですけど、教職ではないってことですね。そうですね、学校勤務してませんので、うん、はい、そうなりますね。本当にちょうどね30年前なんですよ。そうです、ね、ここ通ってたの。そうですね。秋を通ってたの、はい、30年前 で、はい、でちょうど辻先生の名前と顔を拝見した時に、はい、もう社会の先生なのに、はい、なぜか野球だかソフトボールだか体育でやった時にいたっていう覚えがあって、すごく鮮明にあるんですね。うん、それはなぜだったのかっていうね、鮮明にあるんですから、はい、そうだったんでしょうね、きっとね。覚えてないですか？あまり記憶がないんですけど、そう言われるとあれっていう記憶がどこから蘇ってきたりはしてるんですよ。まあ、当時ね、野球部の顧問だったんですよね。だから、はいはい、まあ、野球がすごく詳しくて、はいはい、ご自身もやってられた。そうです、そうです、うん、はい、それで多分体育の先生の代理これコンプライアンス上教育界では問題があるんですけど、いいか、時効だから。はいはい、僕が野球をやってたっていうのをその体育の先生がご存知で、それでその授業がソフトボールだっていうことで、それでまあ、よくしてもらった先生だったので、なんかちょっとお疲れだったのかな、当時正直先生だったので、はい、有名な、もうお亡くなりになっちゃったんですけど、そうですよね、はい、有名な、はい、新潟のね、体育の先生の中で有名な先生だったので、ちょっと疲れてくから、ちょっともう買ってくんないみたいな、軽いノリでいいですよみたいな感じで、ゆるい時代でしたね。え、ゆるい時代。あ、まあ、そういう意味ではね、今だったら問題ですよね。ダメですよ、勉強会の科目やってるんですから。そうですよね。僕は超買い物ですし、でも私楽しかったです、そのソフトボールが。ありがとうございます。なんかやっぱり当時若い部類の先生だったんですよ。はい、うん、そう、新採用でしたからね。新採用、はい、でも前職が何かあったんですよね。そうです、ちょっと道草くってから脱サラだったんですよね。そうそうそう、脱サラで教職になられたんですけど、はいはいはい、でも若いうちの部類だったので、先生。いや、そうですよ、当時はだって、うん、何歳でした？え、当時まあ気候に来た時、26ですね。26の年の、うん、はい、なのでもうなんか高校生だと身近に感じるじゃないですか、うんうん、そうですね、20代の先生って10ぐらいしか離れてないですからね。そう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 、それで話しやすかったし、うんうんうん、でソフトボールも楽しかったんですよ、うんうん、他のベテラン体育教師よりはい、はい、言っちゃまずいですけどね、うん、楽しかったんです。それがすごく重いくて、社会よりそっちを覚えているって問題ですよね。いいえ、いいんですよ。今だから言いますけど、なんかね、すんげえ授業してたなって今思うと。なんかね、私の友達から聞いた話だと、私は体験してないんだけど、うん、まあ、あまりにもクラスがうるさくて、うんうんうん、辻先生がキレたっていう、怒鳴ったっていう覚えがありますか？あ、それはね、多分数多く怒鳴ってるから覚えてないんだ。
数多い中の一つだから多分きっと全然多い。やっぱりやんちゃでしたかね、うん、高校生当時。いやそんなやんちゃの感じじゃなかったですけどね、まあ優秀な学校ではあったんでそこそこ、うん、あのまあどう言えばいいんですかね、みんなそうじゃないですか。いや、うん、まあ思春期ですしね、はいはいはい、うん、はい、もう生意気な部分もあったかもしれませんけれども、いえいえ、全然そんなのは感じませんでしたよ、うん、逆に今の子の方が生意気なんじゃないですか。また違った感じですね、うちの高校生の長男いますけど。分かんないけど最近の人は、はいはいはい、そんな思い出話なんですけど、そこからね、しばらくは教職を続けられたんですよね。そうです。違う高校行ったりして、はいはいはい、うん、で、ある時に辞めたわけですか。そうですね、7年前くらいなのかな、うんうんうん、それは何がきっかけだったんですか、はい、何が何が、うん、ですね、これも話すと長いです。いやいや、事実ですから、まあ、言いますけど、やっぱりほら、牧高校に行った時もね、自分の計画の中で理想に燃えて入ってるわけです、はいはい、うん、社会科だから学校しか知らない状況で社会を教えるってどうなのかなと思ってたのでああ、そっか、そうそれで、そうです、一般企業にちょっと入って、からまあ、学校の先生でやりたいと思ってたんで、そういうふうに慣れたんですけど、まあ、無力、うんうん、で、ね、やっていくうちにこれはちょっと僕が思い描いていたこととどうも違う方向に走ってるぞってなった時にもうだからね、まあ、日本株式会社教育チームみたいなのの一つなので、うん、公立高校といえば。で、それを考えたら、これはこういう組織体では多分無理だわ。あ、はい、改めようと思っても、100年かかるな、これは、うん、と思った時に、うん、もう違う方向でやっちゃおうみたいに、うん、はい、割り切りができたので、はいはい、リタイアさせてもらったという感じですかね。辞めた後は、はい、すぐに何をされましたか。実はその今やってるそのトレーナーみたいなお仕事を、うん、実は現職の時から勉強はしてたんです。あ、勉強してたんですね。そうです、そうです、じゃあその、一般社団法人レッシュプロジェクト代表のひろとさん、ひろと総一さんですね。ひろと総一さんに出会ったのがその頃だ、はい、そうです、うん、まあ、学校の現場ではなかったんですけど、まあまあ一応その、なんですか、地方公務員の、の仕事をしている中 で、うん、でまあ出会った、出会ってみたんですけどね、はい、で面白いなと思ったんです。そうなんですよ、それもね、うん、まあ彼が説いた理論自体が実はそのマダムさんって呼んでいいんですかね。いや、普通に桃代さんでいいですよ。桃代さん、うん、帰って言いにくいな。じゃあ、峰島さんで。じゃあ、桃代さんが高校生時代を過ごした牧高校でその野球の顧問を持っている時にうまくだから育てられなかったという後悔があるんですよ、僕の気持ちの中で。その生徒を、そうです、うまく指導できなかった、自分の理想通りに。まあ、理想通りというか、彼が持っているパフォーマンスをフルに発揮させてあげれなかった。あ、うん、まあまあ怪我とかしちゃったってことなんですけど、まあ、俗に言うと潰したっていうことなんのかな。そのなんか後悔がすごく実はあって、あったんですね。そうです。でそれがなんでそうなったかっていうのがそのひろとさんに会っていろいろお話ししてるときに解けたんです。お、うん、そうなんです。そのひろとさんはね、本なども出されている方なんですけれども、はいはいはい、フォースタンス理論というものを掲げています。はいはいはい、このフォースタンス理論って何ですか？もう今やフォースタンス理論が一番まあ世の中には浸透しているんですよ、スポーツ理論として。なんですけど、彼が言っているのはスポーツの方法論ということではなくて、ちょっと今名前も変わっちゃって、骨理学、つまり骨の断り、骨理学っていう
新しい彼の学問分野を提唱して、今医療の方に入ってるんですよ。骨理学。そうです、そうです。すごいですね、はい、その骨理学体系の中の一つの理論にフォースタンスっていうのがあるんですね。あの、まあ、4ですから4通りってことなんですよ。そう、だから人間のね、骨格というか、まあ、骨だけにすると、そうです、そうです、4つのものに分類できると、はい、そういうこと、いうことを説いた人なんですね。そういうことです、まあ、見つけたってことですね。見つけた、はいはい、これは具体的にどう違うんですか。どう違う、うん、4つ挙げてみると、はい、ですね、これラジオですからものすごく説明しづらいです、難しいんですけどあの、ちょっと小道具が手元にあるんで、内側持ってきましたね。実験してもらいたいんですけど、はい、じゃあ、大森さんに、はい、今ね、内側を仰いでもらうんですけど、はい、パッと持って、仰ぐ前に持った感じを、持った感じ、持った感じ、普通に持てばいいです。普通に仰ぐ感じで持っていただくんですよ。はい、仰いでます、ね、私今仰いでます、はい、で、はい、次、別な内輪に、別な内輪、はい、変えます。色が変わり違ってるだけなんですけど、内輪同じ右手でいいですか。はい、反対も同じ右手、はい、同じ右手で持ちました。はい、で、仰いでます。はい、どっちが仰いでますか。2番目です。2番目、うん、はい、何ですか、それは。実はここの太さというか持ち手のところですね。持ち手のところ、いわゆる、手で持つと、はい、手で持つところ、はい、これが太さ違うんですよ、よーく見ると。よーく見ないとわからないぐらいですよ。それは目が老化してきたから普通の人ならわかりますよ。で、持ちやすかった、仰ぎやすかったか、はい、っておっしゃった方が緑の方、太いんですよ、少し。ここが、うん、で、ここの方がちょっと細いんですよ。はあ、そうですね、はいはい、それが骨格に関係してる、関係あるんです。要するに、手でグリップをしてるわけですけど、これみんな同じように関節が動いてるわけではなくて、最初に動くところが実は違ったりしてるんですよ、骨格タイプによって。へ、うん、それ で、ナチュラルにこうやって握っていくと、指先でこうグリップしちゃうっていう感じの人ですね。いわゆるゴルフとか、あと何だろう、野球のバットでもそうですけど、フィンガーグリップって、指の付け根と手のひらの付け根あたりをグリップするっていう状態、こういうグリップの仕方と、これはゴルフ用語になると思うんですけど、パームグリップっていって、手のひら側でこうグリップするっていう、これはだからクラブを持つ時の方法論ですよね。どっちでも持ってくださいみたいなことなんですけど、実はこれそもそも骨格構造の違いによって生まれる理屈で、うん、はい、ですから今の場合で言うと、大森さんは握っていくときにですね、第三関節、一番平側に近いこの関節が先に動くんですよ。握ろうとすると普通に何も考えないですよ。何も考えない意識しちゃいますよね。打つと右をすると絶対そこが先に動く人がこう動いてくるから、これコーチって分かんないですよ、ラジオは。この辺難しいんですけど、そうやって握っていくとグリップ深めになるんですよ、当然。で、もう一つ、浅い人はどういう感じですか。はい、浅い人は最初にここ第二関節がこう、第二関節ね、はい、第二関節が最初にグッと動いて握り込んでいくので、当然グリップが浅くなるんです。ああ、そうですね、はい、で、ギュッと握ってみて、今二つやりましたよね。力が入るアプローチでした。第三関節から握り込んだ人の方が、要するに拳に力が入るか、第二関節の方がグッ苦しいっていうか、苦しい、握りにくいってことですよ、その苦しい。なんだろう、力が入るっていうか、そう、こういうね、感覚の世界になっちゃうんで、よくわからなくなってきましたけど、ですよね、うんうん、要はそういう違いは、もう骨格構造上の違いで発生するってことなんです。そうです。これで楽に持ってた方は体が楽に使えるので、怪我とかも発症しにくいですよ。ああ、そうですね、はいはい、その自分の骨格の、作りっていうか、はいはいはい、体の作りを分かった方が、はい、運動するとか何にするにも、そうなんです、体の動かし方が変わってくるってことですね。そうです、要は。そうなんです、うん、
だからいろんなスポーツを教えるんですけど、うん、その競技を教えるっていうことではなくて体の使い方をお伝えするっていった方が正確なわけですよ。はい、そうですか。いやこれだけ聞いてみてもよくわからない世界なんですけど。そうでしょうね、うん、後半まだまだ続くので、はい、そちらでお話を伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。一旦コマーシャルです。はい、ようこそ光の仕事人。今日のゲストはトレーナーをされています辻井紀明さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。で、2020年ぐらいからコロナ禍になって、はい。はい、大変だったと思うんですけれども、はいはいはい、何か辻さんの中では変わったことありますか？変わったこと、うん、変化。変化、ね、まあ、事情が事情なんでそういうふうになるだろうなって予測はまあまあ、まあ、できてはいたんですが、もっともっと社会科の先生っていう立場の上からねちょっとお話をさせてもらえるのは、これはね、その経済活動の自由っていうのがね、まあ、桃井さん社会科得意だと思うんでね、好きでした、はい、日本国憲法の第何条かにそういうのがあるってご存知だと思うんですけど、はい、あるわけですよ。で、ね、それが制約される条件として公共の福祉っていうのを習ったりしたでしょ。習います。その福祉の部分だけ、そうそうそう、このテストに出るんですよね、はいはい、抜いてね抜いてそんなの覚えたら意味ないんだけどさまあまあそういうので制限されるっていうようなお約束はあるんだけど、多分そういうことでいろんな規制が口実となってね入っているんだけど、でもちょっと違うよな今回のはと思って、なんか人々が勝手に自粛モードに入ってそれぞれが監視し合って自粛してるみたいな状況もあったりする。自粛警察って言われましたけどね。そう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 、なんかそのね、みんな同じになんかおいとおらしくしなさいみたいな、だからそういう圧力でもってなんかその経済活動の自由っていうのが制限されるっていう、こんなケースあるんだというへんてこりんな新しい驚きがありました。あ、そうですよね、うん。でまあ、社会でも歴史は担当じゃなかったですもんね、うん、大学では世界史とかヨーロッパの方の勉強をしてたんですよ。哲学とかそうでしたか。なので今で言うと公民なんですよ。今の感覚あれで言うと公民化の、うん、なんかカリキュラムになるんですけど、うんうんうん、政治経済で受けたんですよ、教員試験は。そうですよね。歴史を見ると遡ると同じことを繰り返してるじゃないですか、はい、そうですね、うん、なんか流行りを病があって、はいはいはい、戦争が起きてっていう、まあ、今回ねまたなんかロシアとウクライナがすごいこう緊迫してますけれども、はいはいはい、同じようなことがまた繰り返すんだなって思ってしまいますよね、うん、それはなんかねその社会科の教員としてなんか教えるところ違うよなっていう思いが、ね、結構あったりして、暗記して覚えてもなんか意味がないんだなこんなの、うん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 、何のためにじゃあそういうことを学んでるかっていうとね、失敗を繰り返さないために学ばなければいけないんですから、普通考えて、ね、ただその受験するためのテクニックというかね、点数取るための方法なんか伝えてるだけだったのかなっていう思いもあったりするから、なんかその辺もすごく後悔しますね。それはなんか今でも変わってない気がしますね。テストでいい点を取る、全然変わってないですよ。受験へ合格するっていう、はい、そのための学校みたいな感じになってしまっている。あのスタイルが変わってないので、うん、まあ、そこも問題ですよね。問題っていう、ね、まあ、そんなご時世なんですけれども、そんな辻さん告知したいことがねたくさんあるということで、はい、はい、まずは何からいきましょうかすいません、緊急の告知になってしまうんですけど、まあまあそのコロナ禍とかなんとかっていうことで関係して言えば、うん、なんかクラブ、学校のクラブ活動自体の制限が入って、マンボウ中は ね、できないんです高校も。これでもうそれが なんていうの、1ヶ月半ぐらい続いてますもんね、はい、な状況になっているということで、まあ、それでもマンボウが明けて春になって、いや大会ですよってことになると、
どうしてもね、なんていうか、トレーニング不足な状態でそういう大会に入っていかなければならないっていうことになると、これ去年も経験したんですけど、やっぱ故障するんですよ。ね、試合とかになるとやっぱりね、出る、勝手に出るっていうか、勝手に頑張っちゃうんで、出力オーバーな状態になってしまうんですよね、人って。だからその出力に耐えられる体を冬の間に本来は作っておかなければいけない、なんですけど、今回こういう状況でその辺がおそらくうまくいっていらっしゃらない、中高生になるのかな、大会とかで、だからそういう人たちを対象にして、これはもう随時いいんですけど、ちょっと8回ぐらいのプログラムを作ってみたので、もし個別にやりたいっていう人向けの、講座ですね。はい、これも完全にパーソナルでやるので、パーソナルトレーニングっていうことなんです。親御さんと一緒に来てもらっても全然構わないから、体の状態見てあげたり、先ほど言ったそのね、骨格構造を見てあげて、こういう動きが効率的だよというような、そんなプログラムになってますので、そうですね、よろしければ。というのが一つと、はい、これが本ですぐキンキンになるんですけど、あさっての23日の祝日の日、とそれから4日後ぐらいの日曜日なのかな、27日だから、はい、27日日曜日、はい、そうですね、これの2日設定で、まあどっち来てもらっても、両方来てもらってもいいんですけど、単発なんですね、はい、単発なんですけど、何回聞いてもよく分からなかったり、1回聞いた時では分からなかったり、どんどん深くなっていってるんで、僕もね、実はね、追いつくの大変なんですよどんどんどん先行っちゃうから。そうですよね。そうそう、で、そういう状況もあるんで、1回でも2回でもどっちでもいいみたいな感じで、これはやっぱり骨格構造、それもあるので、それによってどういうとのケアの仕方、体の動かし方、例えば肩の回し方だとか、軽体操ですよね、どういう体操がご自身 の腰痛とか肩こりの防止になるのかっていうようなのをお伝えする、そんな講習会を考えてます。これは時間的には何時頃ですか？23日と27日の方は午後の2時から1時間半ぐらいかなっていう設定ですね。はい、そんなふうに考えてます。これが、1回3000円ぐらい、はい、2回だと5000円ぐらい、そうですね、2回でいらっしゃるとちょっと1000円サービスがありますよ。ちょっとお得、ちょっと、ね、お得とかわかんないですけどでも特にこの冬って、はい、腰をね、はい、やりやすい人が周りに多いんですよ、うん、雪かきとかね、ありますしね、雪かきもそうだし、筋肉も凝り固まってるじゃないですか、はいはい、体がガッチガチなので、そういう方にもぜひ来てほしいですよね。そうですね、はい、ご自身でね、なんか柔らかくできる技がご本人が備っていたら一番いいので、はい、はい、ということで、ぜひフォースタンスとかね、セルフケア体験してみたいっていう方は、あと肩こりとか腰痛ね、持っててちょっと苦しいっていう方はね、はい、ぜひおいでいただきたいと思います。お願いします。で、2022年になりました、はい、新年の決意というか、やりたいことっていうのはありますか？はい、やりたいことだらけなんですよ、で、ね、やっぱりさっきも言いましたけど、ちょっとやっぱり学校ではできないなっていうふうに思ってた、部分っていうのがね、僕はいろいろ学校を渡り歩きましたけど、最終的にね、発達障害とかそういうところに行ったんですよ、興味関心が。で、特別支援コーディネーターなんていう、そういう役職も学校の中にあったりするんですけど、それを結構長いことやって、地球は深めたんですけど、で、世の中結構な皆さんそれ困ってらっしゃると。そうですね、ご本人も困ってるし、親御さんも困ってるとか、でいうようなのがあったりするので、そういう人たちの、支援という言い方もちょっとおかましくて好きじゃないんですけど、特徴は特徴としてね、じゃあどういうふうに社会に適合していけばいいのかっていうようなのを、トレーニングするみたいな、
うん、実はこれフォームフォースタンスの考え方である程度カバーできるんですよ、へっていうのを今ね実際に新潟市内でそういう活動、居場所を提供するという活動をされている方がいらっしゃって、うん、でその方のところに、何度も行かせてもらってもう実際やってるんですよ。そうですね、このコーナーにも出てもらった、はいはい、ドリームハウスの新保真理子さん、そこで、生きづらさを抱えている人とかその保護者の方が集まるような場所なんですけれども、そこで親子の体験イベントをやると。ああ、うん、それは3月の20日でしたか、ね、はい、20日これは、はい、なんか限定4組っておっしゃってたかな、しほこさんの方に連絡してもらわなければいけないんですけど、そうですか、じゃあ早めにちょっとね、うん、私も興味あったので親子、小学生の子と行こうかななんて、はい、これもね、なっちゃうんですけど、その先ほどのクラブとかなんかの話で言うと、親御さんの方がね、なんか熱心だったり、あるいは指導者に対して、ジュニアのチームでしょ、指導者に対して、っていうような、ね、お気持ちをお持ちの結構親御さんもいらっしゃったりするみたいなのを聞くんですよ。で、それはそれで、指導者も頑張らなければいけないって話なんだけど、で親御さんも分かってないと、子供を伸ばせないっていう状況が、ね、はい、生まれる。親御さんもじゃあ聞いた方がいいですね、話をね。そうですね、関与したい親御さんで、あれば、対象になんか指導とかアプローチをしなければならない立場の人にはぜひ知っておいていただきたいなっていう希望はありますありますね、はい、で、そういうことです。だから学校っていう名前あんま好きじゃないんですけど学校みたいなものを、今年はちょっと形にしたい。でもやっぱりその教職でできなかったところ、はいはい、部分をね、もう一度挑戦できるじゃないですか。いいと思いますよ。ずっと探してましたからね、はいはい、で毎回ゲストに聞いている光の名言、好きな言葉なんですけど、はい、これはですね、いろいろあるんですけど、今の話の流れで言うと知識と行動、実践、これは一緒だっていう言葉があって、陽明学なんですけど、はい、昔の。で、知行合一とかなんです、はい、やっぱりこうならなければいけないっていうのが一つと、あと今やってることで言うと、心技体ってよく言うじゃないですか、アスリートありますね。それで、漢字ですよね。漢字だから昔は縦書きだったんですよ。今なんか横に書いちゃいますけど、心技体を縦書きにするんですよ。で、知徳体っていうのもあるんですよ。知識と徳、徳、徳目の徳と体、具体的にすると一番下に体が来るんですよ。なんとなく分かります。分かりますね。ゴルゴの漢字の授業に立ってきたりしてましたけど命の授業ね、そうそう、ありますね。あれ良かったです。あれも体がベースなんですよ。すべてにおいて体がベースなんだ。そうです、そうです。だからそういった意味で、そういう意味合いでこの言葉をちょっとしたいなと思ったりしてますね。あっという間にお時間が来てしまいました。今日の光の仕事人はフォースタンス理論、ね、ぜひ皆さんも学んで帰っていただきたいと思います。トレーナーの辻紀明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。